女神どもが。おお、やっとか。なんて愚かでバカな連中なのかしら。私に消されるために自分の足でわざわざのこのこやってくるなんてね。お前がおびき出したようなもんじゃねえかよ。さて、そんじゃ俺はまた特等席で見物してっかな。あんたはいつも肝心な時は見てるだけよね。余計なおせっかいをしてことを混沌とさせて、最後は自分だけ面白おかしく高めの見物。へへ、そんくれいの役得はあってもいいだろ。じゃ、せいぜい頑張れよな。気に食わないわ、あえむしのくせに。でも今はもっともっと気に食わない連中が来ているものね。いたー、レイさんだ。やっと見つけたよ。よかったわ、ちゃんと来てくれ。途中で勝手にくたばっちゃうんじゃないかって心配してたのよ。レイさん、こんなこと今すぐにやめてください。はあ、やめるって何なの。私今何もしてないんですけど。そうなんですか。うわあ、ひどい言いがかりを受けました。とっくにやめてるのに今さらやめろとか。すぐ全力で再開しようかしらね。ああ、ダメです、やめてください。もう何いいように遊ばれてんのよ。しっかりしなさいよね。こっちの世界に戻ってきてもこんな感じなんだ私。ママまたおかしくなっちゃったな。え、この人あんたのママなの。ママ、お母さん。その辺の説明はややこしいからまた後でするわ。え、なんだってあなたがこんなことしてるのよ。世界を丸ごと壊そうだなんて正気の沙汰ではありませんわ。そうだそうだ、やっていいことと悪いことがあるんだからね。へえ、ふん、そうやってあんたたちも私を責め立てるのね。そうやって寄ってたかって一方的に。ふえ、ママ。国が滅んだ時も滅んでからも全部私が悪かったかのように。ああいいわね、そうやって言うだけの立場の連中は。ですよね。なんで国が滅んだとかどうとか知ってるんですか。記憶がリンクしてる、あるいは向こうの記憶が混ざったのか。この人怖い。大丈夫よ、こんなのただのちょっとおかしい人よ。やだ、私ったらつい興奮しちゃって。そういうわけだからあなたたちはこの手で皆殺しにしてあげるわ。どういうわけだか全然わかんないよ。ふっ、頭の悪い子ね。それとも分かろうとしていないのかしら。女神なんていたらいけない、女神なんて必要ないって。女神が国を作るなんてシステムがそもそも間違ってる。女神が国を司るなんてルールがそもそも破綻してる。だから私が全部リセットしてあげるのよ。私まだよくわかんない。つまりこういうことよ。自分が失敗したのは自分のせいじゃない、システムやルールが悪い、だから私は悪くないって。そんな無茶苦茶。
ゲーマーとしては見苦しいことこの上ない言い訳ですわね。だからあんたたちを全て消してしまえばそれ。いい、それだけじゃなかったわ。都合のいい時だけ私を持ち上げて、都合が悪くなったら手のひらを返したあの愚問を全部リセットしない。まあそっちはゆっくりじっくりいたぶりながらでもいいかしら。そんな、それって昔の話ですよね。今の人たちには関係ないじゃないですか。ママ、悪いことしちゃめだよ。今も昔も関係ないわ。私はあの時からずっと生きている。いいわね、あんたたちは今この場で私に殺してもらえるんだから。まだ何か言いたいことでもあるの？私、うっかり女神になっちゃったけど、すっごく楽しいし、おかげでみんなにも会えたし、それに…トロトロ喋ってるんじゃないわよ！要点を絞って簡潔に言いなさい！なら今が一番いい時期なのね。これから始まるのよ、国民たちの手のひら返しが。その前に終わらせてあげるんだから、むしろ感謝してほしいわね。だから終わらせちゃダメなの。ダメね。向こうは聞く気がないし、プルルートの言いたいことも分かりづらいし、話し合いでどうにかなるとは思ってなかったけどね。それじゃあ私たちをリセットできるのかどうか見せてもらいましょうか。ええ、見せてあげるわよ。ああ、でもその時はあんたたち消えちゃってるか。残念ね、あんたたちには見せてあげられないわね。要するにこいつはてめえができなかったことは私らにもできねえって決めつけてるだけだろ。ったく、てめえごときと一緒にすんなって話だぜ。あら、初めて会った時のあなたもこんな感じじゃなかったかしら。それはいいんだよ。私のことはてめえらが止めてくれただろうが。同じようにこの方もお止めしなくてはなりませんわね。ピーゼちゃん、準備はよろしいわね。うん、こんな悪いママ嫌だもん。ピーが元に戻してあげる。なんか私たちにはよくわかんない話だったけど。ごめんね、終わったらきちんと説明するから。やっぱりピーシュずるいわ。変身したらあんなに大きくなるなんて。羨ましい。ああ、かしましいわね。ま、最後のおしゃべりくらいはさせてあげるけど。ああ、私ってばなんて優しいのかしら。どうしたの？ブルル、何やってんのよ。いつもは止めたって真っ先に変身するくせに。なんかこのレイさんとはちゃんとお話ししなきゃって思ったんだけど。だから話なんか通じる状態じゃねえっつってんだろ。そんな、ブルルートさんが実力行使よりも話し合いを望むなんて。
世界崩壊の予兆ですかしらね。だとしたら私たちは負けるということになりますけど。二人ともひどい。ウルル、あまり悠長なことを言ってる状況ではないのよ。考えないで、いつもの私らしく弱らせてからじっくりということを聞かせればいいのよね。そう来なくっちゃ調子が狂うわよ。クルルト、あんまりいじめちゃダメだからね。ようやく覚悟が決まったみたいだね。この私を散々待たせてくれて。あら、じらしプレイはお好みじゃなかったかしら。ごめんなさいね。その分、これからの本番でサービスしてあげるから。せいぜい悪あがきしてみせなさい。大丈夫よ、寂しくない。あんたたちと一緒にこの世界も全部消えてなくなるんだからね。させないわ。ゲーム業界は私が、私たちが必ず守る。誰がご主人様か徹底的に叩き込んであげるわ。嘘よ、女神に負けるなんて。私には負けられない理由があるのよ。いじめがいがありすぎるに考えものね。たく、とんでもねえ野郎だな。悔しいけど一対一じゃまるで勝てる気がしねえ。本当に同じ女神かと疑いたくなるほどの化け物っぷりですよね。でも私たち女神が力を合わせれば超えられないほどではなかったわ。何を、何を力を合わせるって、そんなの知らない。ずるいわよ、あんたたちだけ。ち、見てらんねえな。本当に昔の私を見てるみたいだぜ。向こうのお姉ちゃんはあんなだったんだ。あんなお姉ちゃん、いや、バカ、独り言聞いてんじゃねえよ。どうして、どうして邪魔するのよ。なんだって、国なんて、そんなの人々が不幸になるだけ。そして女神が、私が不幸になるだけなのに。何よそれ、結局は自分のことしか考えてないってことじゃない。違う、私は。大体勝手に人のこと不幸とか決めつけないでよね。私は幸せです。自分が女神で、周りにも女神として頑張ってる人たちがいて。若い子たちはいいわね、素直。あなただって年はそんなに変わらないでしょ。そんなこと言っていられるのは今だけよ。
あんたたちの国だって遅かれ早かれ私の国と同じようになる。それはあなたの記憶じゃありません。私のです。え、ママ ママが増えた。向こうのレイさんですよね。よかった、終わる前にたどり着けて。あなたどうしてここに？すいません、向こうの攻撃が収まったんで追いかけてきたんです。自分の問題なのに皆さんにだけ任せてられないって思って。でもここに来るまでにこっちの女神の方々に追いかけ回されて、それで時間かかっちゃって。女神の方々ってお姉ちゃんたち？ああ、まあ事情を知らなきゃそうなるよな。何をしに来たのよ。あなたと話をしに。いえ、謝ろうと思って。ごめんなさい、私が余計なことをしたせいであなたに私のものを押し付けてしまったからこんなことになってしまって。うるさい、今さら善人面してシャシャリ出てくるんじゃないわよ。ごめんなさい、ごめんなさい、怒鳴らないでください。ビビってんじゃないわよ。ほんと何しに来たのあんたは。ママ、しっかりして。はい。ですからそれはもともと私のものでして、だからきちんと自分で責任を取るべきだと思い至りまして。そのだから今さら全部返せっていうの？この力も思いも全部。冗談じゃないわ、あなたは全部捨てたんでしょう。これは私のものよ。そこをなんとか。退屈なことになってきたわね。どうするんですの？この話し合い決着がつきそうもありませんわ。別にどっちのもんだろうと関係ねえだろう。こいつをぶっ飛ばしちまえばそれで終わりなんだからよ。ダメですよ、私は悪くなくて、悪いのは私なんですから。いい加減にして。なんかにかばってもらう必要はないのよ。そんなすげえな、自分同士で喧嘩なんてよ。ま、そんなにこいつを責めてやんなよ。あなたはうわあ、何あれ何あれ、イストワールさん。でもちっちゃい。黒いイース、黒イースン。あれ、悪いイースンさんじゃなかったっけ？どっちもちげえ、クロワールだ、クロワール。ハエムジ、あんたまで私の邪魔をする気なのは。だからハエムシでも、あーもういいや。それよりこいつ意外といいタイミングで来てくれたかもしれねえぜ。私なんですか？もう絶対に言いなりになんかなりませんよ、クロワールさんの言うことなんて。ああ、お前は何もしねえでいいよ。わざわざ持ってきてくれたお前の力だけこいつにくれればさ。持ってきてませんよ、そんなもの。私に力なんて残ってるわけ。バカ、女神の力があんな簡単になくなるかよ。ましてお前、さっきちゃんとした仲間ができたばっかだろ。あ、ずっとね、ちょろっと吸わせてもらうぜ。ダメ、持ってかないでください。でゆっと、ほら、取れたて新鮮な力だぜ。
だこんなに力があるんじゃない。力が抜けた。私余計なことをしに来ちゃったんでしょうか。ねえ、思いっきりね。ママのバカ。後でお仕置き決定ね。楽しみに待ってなさい。そんな。さて、第2ラウンド開始だな。いや、それとも最終ラウンドか。何が目的なの？なぜこんなことを。前にも言ったろ、俺は面白ければそれでいいんだよ。じゃ、せいぜい頑張れよな。さて、さっきはよくもこの私に対して偉そうなこと言ってくれたわね。10倍、100倍、いいえ、1億倍にして返してあげるわ。なんて力、立ってるだけで圧倒されそう。どうするのお姉ちゃん。じゃなくて、偽物の？偽物じゃない！どうもこうも、もう一度やっつけるしかないでしょ。勝てる？勝つんだよ。こっちの私の妹のくせに情けねえこと言ってんじゃねえぞ。ただ倒すだけじゃダメかと。いくら私を倒しても、あの黒い力をどうにかしないと。どうにかと言われましても、あのような得体の知れないものをどうしろと。了解。フルルート、そんなあっさりと。何か考えでもあるの？ないわよ、そんなもの。でも私が屈服させられないものなんてこの世にあると思う？ものすごい説得力。もうダメだわ、自分でも止められない。さあ女神たち、今度こそまとめて消し飛びなさい。消えないよ。反対にママの黒いのピーが消してあげる。あの力が散々私たちを振り回してくれたのよ。いけない子。さて、これで最後ですよ。たっぷりと思い知らせてあげるわ。油断はしない。本気で行くわ。一気に決めさせてもらう。あー、もらった。全然効きません。どうしてあげようかしら。まったくいけない。どうだ。無駄無駄。女神に負けるなんて。あなたなかなか可愛かったわよ。そんな終わり。また私は。気絶しただけよ。この私がうっかりとどめを刺しちゃうような手間をするはずないでしょう。あ、黒いのが出てきたわよ。だいぶ小さくなったけど、まだあんなに。フルルート、本当になんとかできるんでしょうね。任せて。こんなただの黒い塊ごとき。さあ、おとなしく私に従いなさい。
気なの？まさか今度はプルルンに取り付こうとしてるの？おい、ちょっと待て。もしそうなったら、ただでさえプルルートな上にあの狂った感情まで加わるということに。大変じゃないですか。そんなの想像しただけで。何よ、そんなにまずいことなの？それこそゲーム業界が滅亡しかねない。プルルン、まだまだ元気なんだ。生意気にも程があるわ。私の中に入ってこようとするなんて。プルルト、しっかりして。何やってんのよ。なんとかできるって言ったでしょ。頑張って。わかってるわよ。でもちょっと大きすぎるかしら。なのプルル、一人で無理だったら私も。プルルートさん、私もお手伝いします。は？あなたはダメでしょ。そうですよ、あんな力を手にしたらまたレイさんは。大丈夫です、もともとは私の力ですし、それに今の私は仲間ができて皆さんのような女神にも会えた。だから今の私ならきっと。黒いの消えた。プルルート、ママ。おい、大丈夫なのか？私は平気。手こずらせてくれちゃって、はあ、よかった。これ以上プルルートさんがどうにかなってたりしたら。ああ、でも意識しないうちにほんのちょっと性格が悪くなってたりして。早速ギアちゃんで試してみていい？プルルートの方は全く変わってないようですわね。うん、あとはこっちの方。ママ、ママ。あ、何よ、急に笑い出したりして。あんた、やっぱり。あ、いえ、違いますよ。どこもおかしくなってないですから。本当？よかった、ママ。ごめんなさい、心配をかけて。だったら急に笑い出したりしてんじゃねえよ。心臓に悪いな。すみません、そのすごく素直に受け入れられたから、それが嬉しくて。振り回された力だったのに。ああ、最後の見せ場を取られちゃった。すみません、私ってば差し出がましい真似を。まあいいよ、特別に許して。レイさん、すっごく頑張ったわね。えらいえらい。ママ偉い、かっこよかった。ありがとうございます。私は納得いかないよ。主人公なのに最後完全に二人に持ってかれちゃってさ。まあ、お姉ちゃんは大活躍してたって。私に比べれば。そうですよ、私のお姉ちゃんに比べれば。そうよ、お姉ちゃんに比べれば。レイルさんに比べれば。そんな4人揃って同じようなこと言わなくても。そうよね、こっちの私たちって完全な引き立て役だったし。
んでも扱いがひどすぎますわ。私が二人並んでの大活躍を楽しみにしておりましたのに。待遇の改善を要求するわ。みんなまで！もうやめようよ。最後の戦いが終わったのに文句ばっかなんてよくないよ。ここはみんなで喜び合うところだよ。最初に文句言ったのはお姉ちゃんだけど、ネプテズが悪い。まあ皆さんそれくらいで。本当にありがとうございました。その私を止めてくれて。大体あなたはいつでもどこでも出しゃばりすぎよ。そうですわ。もともとこちらの世界の女神なのに、私たちの世界のことにまで。本当、フルルートと二人で好き放題するものだから、いっとも私は苦労する。私も。もうだからやめようってば。誰も聞いてくれてない。私は聞いてましたよ。ママ、いい子。なんか向こうのお姉ちゃんたちもこっちと全然変わんないね。楽しそう。まあもうこの話おしまい。早く帰ってイースに世界を救ってきたぜって報告しなきゃ。ほらほら行くよ。逃がしませんわよ。まだ話は終わってませんわ。そうよ、今日という今日は言わせてもらうんだから。待って、お姉ちゃんじゃなくて、その私もう少しお話ししたいんですけど。ママ帰るまで競争よーいどん。私まだ足がフラフラしてて。私たちはゆっくり行きましょうか。ロム、ラム、つないでいい？私もなんか最後までバタバタしっぱなしですね、私たち。でもこういう感じってものすごく私たちっぽいって思うな。そうですね。ほらしてると置いてっちゃうからね。待って、もうお姉ちゃんに置いてかれるのは嫌だよ。ああ終わっちまったな。ま、そこそこ楽しめたしよしとすっか。さて次はどこでどんなこと仕掛けてやるかな。こうしてネプチューヌさんやプルルートさん、他の女神の方々の活躍によって次元を超えた2つのゲーム協会の危機は救われました。あれから1ヶ月が経ち、壊れた町の復興もほぼ終わって、どちらの世界も元通りの平和な生活を取り戻しつつあります。ただ全く問題が残ってないかというと、そうでもないわけでして。全然消えそうもないですね、これ。はい、本当に良かったのでしょうか、このようなものを作ってしまって。ネプテューヌさんやプルルートさんは喜んでいますけど。やっ、イースまた遊びに来たよ。あ、はい、プルルートさんなら教会にいらっしゃいますよ。了解。空間が固定されたせいか、時間の流れも同期してしまったんですよね。そのようです。はあ、私たちがこんなに世界に影響を与えてしまうなんて。イースー、ネプちゃんのとこ遊び行ってくる。あら、
ネプチューヌさんなら先ほど教会に向かいましたよ。行き違いになっちゃったのかな。なんだかあのお二人を見ていると深刻に考えるのがバカバカしくなってしまいますね。そうですね、ひとまず気にしないことにしておきましょうか。他の皆さんも何も気にせずに過ごされているようですし、私たちがいくら気にしてもなるようにしかなりませんしね。ねえお姉ちゃん、一緒に行こうよ、お願いだから。私はいいわよ、あなた一人で行ってきなさい。どうしてそんなに嫌がるの？他のみんなは普通に行き来してるのに。だって恥ずかしいじゃない、もう一人の自分をまじまじと見るなんて。気にしすぎだよ。ねえお姉ちゃんってば。いいから一人で行ってきなさいってば。並んでるとこが見たいのに、うん、いいな、他の国のみんなは。さあみんな、俺様特製のお茶を入れてきたぞ。ご苦労様。わーい、コピ兄ちゃんだ。ねえねえ、また頭の上乗せて。お安いご用さ、それ。すごい高い。やっぱり少し重いかも。よくこんな騒がしいのと一緒にいられるわね。慣れれば悪くないものよ。それに騒がしさならあなたの妹の方が上だと思う。できないわね。でも慣れれば悪くないものよ。なんならどちらか一人引き受けるけど、断固お断りするわ。コビリーちゃん、もっと動いて動いて。よし、振り落とされないようにしっかり捕まってろよ。落ちちゃう。おい、暴れすぎてこの前みてえに壁壊すんじゃねえぞ。心得てるさ。しかしブラン様の妹は小さいな。もっとたくさん食べて大きくならなきゃダメだぞ。へえ、でも私たち女神だから成長しないし。ねえロムちゃん。なに、女神だからなんだって言うんだ。簡単に諦めんなよ。もっと熱くなれよ。てめえ、私の妹泣かせてんじゃねえぞ。ずるいですわよ、今日は私の番と決まっていたはずですわ。いいえ、私がピーチャちゃんを借り受けてからまだ22時間38分しか経過していませんもの。あと1時間22分は話しませんわ。くださって、ピーシャちゃんにそう呼ばれるたび心がとろけていくようですわ。あの二人ともピーシャちゃん本当に嫌がってますから。何をおっしゃいますの。ピーシャちゃんは私を嫌がるなどあろうはずもありませんわ。そうですわ、私とピーシャちゃんは深い愛情で結ばれておりますもの。
ゃってる。もうここ嫌、ネプテーヌとプルルトのとこ行く。あ、待って、ティーシャちゃん、この二人このままでいいのかな。大丈夫だよね。ごめんなさいペールさん、私も帰りますね。一件落着って言ったところで、七賢人絡みの問題が全部片付いたわけでもないのよね。あの子たちを元に戻す方法は全然見つからないし、はあ、気が重いわ。はあ、どうかしら、こっちの様子は。遅い！一体どこをほっつき歩いておった？あ、何よ！どうしていきなり怒鳴られなきゃいけないのよ！お父様落ち着いて！ノワールさんびっくりしちゃってますよ！ねえ！これが落ち着いていられるか！誰よ、この子たちは。あなた、まさかまた誘拐なんて。何を言っておる。娘じゃ、わしの娘たちじゃ。でもだって元に戻れたの。はい、おかげさまで。お父様とノワールさんには本当にお世話になりまして。いや、それは全然いいんだけど、どうして、どうやって戻ったの？いや、それがわしにもさっぱりでの。ちょっと買い物に出て帰ってきたらこの通りで。私たちも一瞬のことでよく分かってないんですけど、かっこいい男の人が教会に入ってきたって思ったらそのまま気を失って、それで目が覚めたら戻ってたんです。かっこいい男の人？誰よそれ。まあ、なんだって言うわい。お前たちが戻ってくれたのなら、それで。ふう、これで後始末は完全におしまいと。ノワールちゃんへの借りも返したし、さあ今度は何をやろうかしらね。いや、おばはん、今日の出荷分箱詰め終わったっちょよ。だからおばはんはやめろ。ここでは社長と呼べと言っただろ。社長って柄じゃないっちょ。しかし本当に真面目にやってるっちょね、ナス農家なんて。なんとでも言え。破れこそしたが、私はナスに無限の可能性を見出したのだ。この力を突き詰めて、次こそは必ずや女神ども。ナスの可能性っちょか。ま、オイラは時給さえ払ってもらえば文句はないっちゅ。その程度いくらでも払ってやる。定時以降なら多少色をつけてやっても構わんぞ。も、それは魅力的な話っちゅけど、今日は掛け持ちの仕事があるっちゅからね。あん、どうしたんでしょう。まさか事故に巻き込まれてたりとか。そんなわけないでしょ。どうせいつも通りただの遅刻よ。それよりさっさと始めちゃいましょう。ダメですよ、全員揃ってないのに始めるなんて。チュウ、お待たせチュウ。あ、ワレチュウさん、よかった、心配したんですよ。お待たせチュウじゃないわよ。毎回毎回遅刻してきて真面目にやる気あんの？ネズミのくせに。他の仕事があったんだから仕方ないっちゅ。それにネズミのくせにとはなんちゅ。ネズミ差別発言っちゅよ。それでは全員揃ったところで新生七賢人の会議を始めようと。大
一体なんでネズミがここにいんのよ。何の役にも立たないくせに。オイラはマスコットとしているだけで役に立ってるっちょ。お前とは存在感が違うっちょ。今日の議題は女神の庇護のもと正しい規制を施行するための、あの二人とも聞いてますか。うるさいわね。今それどころじゃないのよ。豊島の話なんてどうでもいいっちょ。そんな、ちゃんと聞いてくださいよ。この私をないがしろにするなんて、いい度胸してるわ。わ、悪かったわよ。それは本気でやめるっちゅ。ドエス女神を彷彿とさせるっちゅ。皆さんのおかげでほんの少し強くなれたんです。私も。それじゃあ改めて会議を始めましょう。ほら、まだ救急には早いわよ。まだ町が完全に治ったわけじゃないんだし、壊した張本人にはキリキリ働いてもらわないと。あの、本当に私が壊したんですか。私なんかにそんなことできるはずがないのに。実際やったの。私はこの目でバッチリ見てたんだからね。だって全然覚えてないですし。まあネプコから事情は聞いたし、あんたが完全に悪いとは言わないけど、それはそれよ。ほらさっさと続ける。だからもう動けないんですって。アイちゃん、レイさん、差し入れ持ってきたですよ。あら、しょうがない。それじゃあ少し休憩にしましょうか。はい、助かった。そっか、ブルダンも向こうに行こうとしてたんだね。うん、1週間くらい教会にこもってたから、そろそろ会いたいなって。今回はちょっと間が空いちゃったね。ごめんごめん。私、ネプちゃんに見せたいものがあるんだ。見せたいもの？なになに？それは、ついてからのお楽しみ。まあ、教会はもう目の前なんだけど。あんちゃん、こんばん！遊びに来たよ。ダメ、今ドア開けちゃダメよ。ダメって言われてももう開けちゃったし。ネプくわー。なにこれ、ぬいぐるみ。もうだからダメって言ったのに。ちょっと作りすぎちゃったかな。作りすぎなんてものじゃないですよ。教会に入りきらないくらい作って。ひょっとしてプルルンが見せたかったものってこれ。新しくお友達になった人の分みんな作ったんだよ。レイさんとポピリーさんとズミさんと。ああ、全員言わなくてもわかるから。ネプネプ、助けてです。息ができないです。ちょっと待って。私も動けない。中身綿でもこんだけあると重くて。それと向こうのノワールちゃんと
して。ネプコ、早く何とかしてあげて。そんなこと言われても。うわー、動け、私の体。ねえねえ、ネプちゃん、何、脱出方法思いついた？私ね、思うんだ、ネプちゃんがこっちの世界に落っこちてきてくれて本当によかったって。うれしいけど、今そんなちょっといい話してる場合じゃないよね。ネプちゃんのおかげでお友達がいっぱい増えたし、世界も平和になった。そういうのはもっと落ち着いて二人でゆっくりお話できる時とかにさ。だってこういう時じゃないと恥ずかしいし。もうダメです。コンパ、目を開けて。コンパ、皆さんただいまって。何やってるのお姉ちゃん。
はあ、すっかり平和になっちまってつまんねえの。でもこっからもう一回ぐちゃぐちゃにしてやったらきっと面白いよな。さーて、今度は何をしてやろうか。おお、でっかいハエムシ発見。いやー、捕獲。うわ、なんだこりゃ。虫取り網。おい、何すんだよ。ねえプー、このハエムシ喋れんの。うわー、珍しい。レアだよ、超レアだよ。あ、こら、わしづかみにすんな。あ、お前なんで俺の居場所が分かったんだよ。でも言ってることは意味不明だね。会話とかは無理なのかな。惜しい。あ、俺のこと分かんねえのか。まさかお前こっちの。まあいいや、みんなに自慢してこようっと。